皆さんこんにちは。このコーナーは広報うるまからうるま市のイベントや暮らしの情報などをお届けするラジオ広報うるま市役所だよりです。本日の担当は松本すが子です。第33回全島獅子舞フェスティバルが開催されます。悪霊を払い五穀豊穣や地域の繁栄をもたらすと言われる獅子舞。各地域で受け継がれる獅子が一堂に会し、勇壮な舞が披露されます。多くの市民のご来場をお待ちしています。日時は10月28日日曜日午後6時開演。場所はあげな闘牛場。雨天時は市民芸術劇場。駐車場は市民芸術劇場です。当日はシャトルバスが運行します。入場料は無料。お問い合わせは障害学習文化振興センター、電話番号 923-1571 923-1571 まで。詳しくは広報うるま10月号17ページをご覧ください。健康フェスタ in ウルミンのお知らせです。ウルミン全館を活用し、食に関する相談、各種エクササイズ体験コーナー、タレントの前平仁志ヒープーさんによる健康話、大丈夫やみうるま市、また闘牛戦士ワイドーもやってきます。その他多くの健康に関する催しを予定しています。日時は11月11日日曜日午前9時半から午後4時。場所は健康福祉センターウルミン。入場は無料です。同日健康ウォーキング大会も開催。受付は午前9時15分から。コースは8キロまたは4キロ。完歩証があります。事前申し込みが必要となります。事前申し込みは、電話番号 973-4960、973-4960 まで。また、健康フェスタ in ウルミンでは、うるま市初、日曜乳がん検診、大腸がん検診を実施します。平日は仕事が休めないなどの市民の皆様からの声ご要望にお応えしています。ぜひこの機会に受診しましょう。乳がん検診対象は40歳以上で、今年度偶数年齢のうるま市に住民票のある女性です。先着50人、要予約となります。当日受付時間は午前10時から正午まで。大腸がん検診は対象が40歳以上の国保加入者、後期高齢者医療保険加入者、市内在住の19歳から39歳の方、生活保護世帯は19歳以上となります。当日受付時間は午前10時から午後3時まで。検診には保険証など身分の証明できるもの、がん検診はがき、料金をお持ちください。お問い合わせは健康支援課、電話番号 973-3209 973-3209。 検診予約は電話番号 973-4960 973-4960 まで。詳しくは広報うるま10月号
13ページをご覧ください。うるま市子育て世代包括支援センターが10月に開設されました。健やかに安心して妊娠・出産・子育てをしていただけるよう、妊娠期から乳幼児期にわたるまで切れ目なくサポートするうるま市子育て世代包括支援センターを開設しました。うるま市子育て世代包括支援センターは、親子健康手帳交付時に妊娠・出産・乳幼児に関する疑問や質問・相談などに応じます。また妊娠中・出産後の体のこと、母乳のこと、子どもの発達など専門的な相談にも対応します。合わせて一人一人の状況に応じた健やかマタニティープラン等を作成し、妊娠中から産後まで必要なコーディネートをします。初めての妊娠出産でよくわからない、なんとなく気分が落ち込む、赤ちゃんの体重が増えているか心配、妊娠中や産後ってどんな食事をとったらいいの？などお気軽にご相談ください。うるま市子育て世代包括支援センター、うるま市役所子ども健康課内、電話 923-7609 923-7609 まで。詳しくは広報うるま10月号15ページをご覧ください。以上、ラジオ広報うるま市役所代理をお届けしました。この後も引き続きゆいまーるラジオ FM うるまの放送をお楽しみください。